はい、取りました。はい、さあ、一週間ぶりですけども、今日も取っていきたいと思います。この一週間、どうだったかということを伺いたいですけども、<あ>正先生、どうですか。うん、僕はね、年々、再歳進歩しておりますね。あの、この前、ペンギンハイウェイの話して、こ、えー、の小学生の。うん、生き様に感動して、真似しようと思ってですね。<laughs> はいえー、で、彼がどういたっ,て言ったか、じゃあ、人と比べて。 ね、比べるて、えー、負けることは悔しくないけれども、昨日の自分と比べて劣ってるのは悔しいとか。おー、<の>すごい、いい、いい言葉ですね、それ。いやいや、年取ると実感しますよ、それ。体<ー> <laughs> 力とかそういうところがもう。で、私、でで、あの、その小学生がの、自分が二十歳になるまでね、あと三千何日かあるんだけど、三千何日、どんどん 賢くなっていくと、うん、そのどんだけ賢くなるか、そうか、単調 <laughs> 増加でいけば、こコツコツでもいつかはってことですね。うん、で、<ー>それで感動してですね、私はね、こういうの、あ,あの iPhone アプリ入れて、勉強あの記録っていうの、で、<ー>どう何,何時間勉強したかみたいなこと記録するアプリを入れたんですよ。<laughs> ね、で、それのね中のね、コメント欄見てて、すごいのはね、あの、 これ、これだっていうわけ。で、今までね、勉強しようと思ってもなかなかできなかったって。それはね、目標がないからだって。<ー>だけどね、こうして記録をつけていくとね、記録増進ということで、うん、まあ目標ができると。で、現在ではね、1日11時間勉強することもくでないとかいう。<ー>えー、と書いてあったんで、おこれだと思ってね。うん でまあ勉強を始めておりんで、まあ、まあそれは一つで今日は実は豊中高校に行って講義講演してきたんだけど<ー>まああのチャット GPT 使ってる人はって言ったらまあえっ、ー、とまあ座りだったんですが まあ彼ら1年生だから、まあ多分15歳だと思うんだけど、まあ10年後にはもう完全にシミュライティが来てるから、まあ君らがね、大学出る頃にはもう世の中がもうガラとかあって、もうショあるかどうか分からへんで、とか。ま <laughs> たそう脅,脅してきたんですか <laughs> いや、ほんで、今チャット GPT 使ってる人っで使ってる人はねあお、まあまあなんとかなるけど、使ってない人はもう終わりやで、と。<laughs> <laughs> だから今から使いなさいと、<laughs> というような話をしてきたと <laughs> <の>ということです。あの中学とか高校でね、講義するときに注意しないといけないのは、その学校とか先生の意向というのがあって、ここ <laughs> で禁止してるとかいうことなかったでしょうね、まさか。 いや、まあ別に学校で使うかどうかはどうでもよくて、うん、家で使えばいい、うんうんえー、ああ、だけどね、学校によってはもう、たスマホとかね、昔はね、悪気にしみたいなことがありましたからね。うん、あそれはね、先生おっしゃったんですよ。ね、あのね、あの教官の許可のもとに使ってよいと。ああ<ー>、だから今回は使ってよいと。はいえい、ー、<う>えー、だから私もね、高校とか中学とか行くことあるんですけども。うん 割と、あの、講義する前に先生の、この、意向というのを聞いた上で<ー>。<laughs> うん。いや、だから、授業るようにしてますね。だから僕は授業中に使えと言ってるわけじゃなくて。いやいや、もちろんそうです。家で。うんうんうん。いや、まあ、もしかしたら家でも使うなと言ってるケースもあるかもしれないですあの、それはちょっと問題だな。うん、それは問題、ね、えっと、だから、スマホなんかに関しては、<laughs> スマホもそんなんないですかね。なんかだ、だから、 学校側の方針で、なんかね、かその AI じゃないですけども、これは有害だと。インターネットなんて昔あったんじゃないですか、もしかしたら。いや、<ー>な有害なイメージがね。いや、難しい。一般の、あまあ一般の公演なんかでもそうですけどもね、言っちゃいけないようなことをこう言ってしまうことがたまにあって、うん、なかなか<ー>、難しいもんですよね。<ー>そうね。まあ時代ですよね。昔はもうちょっとね、緩かった気がしますけど。 ええー、だけど最近は割と厳しいって話聞きますよね。ええー、そうですね。うん、いや、別にそんなに気にしなくてもいいのかもしれませんけど。<laughs> あの、ね、社内のトークイベントとかでこう、調子よく喋ってると、これがなんか。 上層批判になっちゃってたりして、ひや<ー> <laughs> っとした風がみたいな <laughs> ありますね。そういうのちょっとね、<laughs> と難しいもんですよね。あ<ー>いやそれはそれでいいんじゃないですか。そのまあセラフドさんおじさんはそういうキャラと。 もう、あいつだからしょうがねえやみたいな許してもらえるキャラだったけどね。マツコさんみたいな立場で。私はビクビクしながら、ちょっと、犬の顔を見ながらやりよことがあって、ちょっとあかんのかもしれませんけど。マツ先生、今日のご準備っていうのはどんなお話がいくつにはい。で、前から自己紹介してくれっていう話があったんで、簡単な自己紹介と、過去の写真をね、アルバム帳、 引っ張り出してきて。それは楽しみですね。お若い頃どんな顔してたのかとか聞かないですから。はい。はい。じゃあ楽しみにしたい。まあ、そのほかにですね、それが一つと、あとはね、わさびが非常に良いという話で。わさびわさびわさび好きです。これ最近の研究で、これ日本の研究らしいんだけど、これ知ったのは、 アメリカの,あのミディアムというので。ああ、詳しい話はまた後ではい、はい。だからわさびの話はそうです、うんはい、ね。はいはい、それから今ねちゃあの、トランスフォーマーに変わる新しいアーキテクチャとしてマンバというのが出てきて、うん、へでこれが今非常に有力だという話をします。え<ー>。れかもう一つはですねあの、トランスフォーマーの数学的基礎と。 というペーパーがあって、<ー>んでそれがね、まあ、まあ、僕が考えていることそのものズバリを数学者が理論展開してるんで、うんはい、これすごいあの結構難しいペーパーだけどね、これはなかなかいいと、そんな話でします。なるほど。読んでみたい感じがしますね、確かに。うんはい、さあ次、次、えー、セラフコおじさん行き,きましょう。うん 私は特に何もなくなんか平凡に土日もあの漫画喫茶にこもって作業をしたりしてるので、えー。相変わらずあれですか、はい、毎日っていうの続いてるんですかあ、続いちゃってますね。毎日4000円ただ、なるべく安,安めなところ、だからあの <laughs> ハイスペックなものが必要ないところ。 時とかは安いでコンピューターが突然、こう、クラッシュしたとかおっしゃってたじゃないですか。勉強会中ですか。勉強会であ。そうなんです。あの時えっと、なんかうっかりこのテーブルの下から膝蹴りしちゃって、ボンってやった瞬間に、<laughs> モニターがバッと真っ黒に消えまして、<laughs> えー、でちゃんと通信はできたってて、声は聞こえてるんだけど、こうどこひねっても、なんかチャンネル変えてみたりとかなんかやっても、全然復帰しなかったんですけど、えー、もう諦めて、あのそれで、 エディット中のテキストとかって、これ絶対なんか途中でリセットしたくないなと思ってたんですけど、あの諦めてこの。 あの、スイッチ、パワースイッチをあの、長押しして、リセットしたんですよ。そうしたら、もう普通に映り始めて、なんでもなく復帰してたんだ。えー、あの、蹴ったショックで、本体の方が、なんかちょっと一時的に行かれて、その映像信号出すのをやめちゃったらしくて、<ー> <laughs> リセットしたら戻ったんですよ。で、<ー>エディターも優秀だから、そのエディター、エディット仕掛けなの,の復帰しますかって聞いてきて、イエスってやるちゃんと持っ、えー、特に被害,、ね、被害はなく大丈夫でした。<laughs> はい、あと、あの、しょう、しょうもないトピックとしてはい,いつもながらに飲んだくれてますけど、実は今いるここの漫画喫茶のお隣が飲み屋なんですよ。おうおうで飲み屋なんですが、えっとね、ラストオーダーが。 食事の楽しそうだ9時40分で飲み物が10時20分なんで、はい、そんな時間にいつも終われないんですよ。で、あの、だから、あやわ、なんか、名前も、トトやって、魚やって書いて、トトやってや、新鮮な魚出してそうで、良さそうだなって、横目で見ながら今日も入れない、今日も入れないって思ってたんですけど、思い切って早くやめて、あの、 作業を終わらして、入ったら、本当に美味しくて、あの、あと、あの、すごいお腹減ってた、あの、朝昼晩食いそびれたから、あの、雑炊みたいな食べて、あの、ハマグリのお吸い物とかですごい美味しくて、あ、ここ、池袋で一番うまいじゃんと思って、なんか、すぐ隣だったのに、拾い物した感じで、あの、やっといい店見つけたぜ、みたいな感じで <laughs> 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 今日はぜひ、はい、今日はぜひ早く終わって、そうですよね間に合うように <laughs> あ。終わるとおっしゃったのは、この収録の話じゃなくて仕事という。いららそれは作業、作業、だからまだちょっとあるんだけど、今日行けるかどうか微妙なんですけどねい。なんかその、はい、ネタはありますかネタそうですねあのもし 足りなければぐらいの感じで、あの、実はディープマインドから、アルファジェオメテリーという AI が出てきまして、<ー>数学が得意になったぞと。しかもなんか平面の幾何学みたいな問題で解けるようになったぞと。うん、で、<ー>それも数学オリンピックの金メダリストに迫ってきたぞ。えー でなんかすごい話題になってますよ。だけど。なんかその記事は読みました。うえネイチャかなんかに論文出た。ネイチャー出てます。はい。はい。それで、ディーブマインドからもブログが出てます。えうん。興味があるところですなんかコメントで、あれセーラーコーさんに解説してくれってありましたよね。それ。マジっすかあれか。そうそう。あった。無理っす。いやいや、だから。そうなんです。 いや、これ、要するに、あの、ちょっと、ためらってるのは、あの、まあ、論文とか読めてなくて、ブログをささっとな、斜めをし、斜め読みしただけで、解説できるなんて状態じゃまだ全然なく、うんで、で、しかもタイミング的にはいろんな人から出遅れちゃってるのに、そんなんじゃ、どうもすいませんって、ただの,あのニュ、ニュースとしてありますぐらいしか、今のところは語れません。まあ、中身のからくりがね、ちょっと知りたいですよね。うんあ、でも、あの、LLM なんですよ。 あで、数学でトレーニングしたし、なんか、人工的に作った問題を一億台ぐらい学習させたみたいな。おぉまあまあ、この話は後ほど。はい、はい。さあ、じゃあ次は安田さんですかね。はいはい。えっと、まあ私は相変わらず画像生成 AI を、よろこにゃほにゃ触ってまして、ええまあちょっと、ね、いろいろやってるんですけど、まあちょっとその話を置いといて、本本の話を一先するとですね。 え正確には先週じゃなくてちょっと前に読んだんですけど、あの、君たちはどの主義で生きるかっていう本知ってますかなんかのパリディみたいですね。そうそうど、えー、<laughs> の主義まあ、まあ、あれのパロディなんですけど、うんえー、副題がね、バカバカしい例え話で巡る世の中の主義思想っていう本で、桜剛さんっていう人が書いた本なんですね。うん、そこれ年末に出て、昨年末に読んだんですけど、 本当にバカバカしいんですよ。<laughs> バカバカよ、よくこんなバカバカしい例え話をいっぱい思いつくなっていう、まあ、あの、タイトルは割と真面目でね、相対主義とか、交流主義とか、社会主義とか、資本主義とか、いろいろあるセクションってあったんですけど、例え話がもう、むちゃバカバカしいんです <laughs>、まあ特にあの、ちょっとオタク系のやつで。 あと、各章は必ずブチ切れるんですよ。いろんなことに。<laughs> いろんなことにブチ切れて、で、また自分をこう、卑下するっていうのは繰り返しなんですけど、うん、これがなんか偉く面白くてですね、えらいハマってしまいまして。うん、その本の価値との、こうなんか、笑えて、一時笑えて面白かったって価値なんですけど、それともなんか人生くんみたいな、こう、いい話が。 学べてよかったなったんまあ人生君というか、あの、今回の場合は哲学がテーマなんで、はい、えー、笑えるんですけど、はい、意外にこれ本質かもしれないなっていうものは残ってましたね。<ー>まあ、そういう書評をね、つけてる人もいましたし、私も同感で、ちょっとこれもし、あれでしたらおすすめですよ、ね。ああ、じゃあバカバカしい以上の価値があるんですね。そうそう、あります。<laughs> で、で、その前に、僕、この方知らなかったんですけど、はい、感じる科学という本を書いていて、これ2冊目今読んでるんですけど、ね、これはなんかね、理研の、理科学研究所の、 なんか、なんかの百冊に選ばれたっていうぐらいの本だし。でも、やっぱりバカバカしいんですよ。<laughs> <laughs> ちょっとばっかり書いて。でも、あの、自称のあるプロフィールを言うと、世の中で相対性理論を最もバカバカしく解説できる男って書いてました。<laughs> まあ松田先生、ぜひ、あの、読んで、意用してみてください。<laughs> で、その方どういう方かっていうのはわかるんですか いや、あのー、まあ、ライターずーっとやってて、ああ、プロ旅行関係、旅行記自分が行った旅行のライ、ライ、なんていうか、ルポみたいな感じのことを書いてますけど、基本書き方は全部同じみたいですね。うん、バカバカしい感じで書いてて面白そうなんです。まあ、ちょっと中身はもう言いませんけれどもっていうか、うん、はい、しますけど、えー、面白かったですよって話です。で、今日の話題はあ、で、今日はもし時間があるなら、あの、まあ、前回ですね、リビジョンっていう、 クリップエンコーダーの話をしたんですけど、はい、まあ、あれでですね、あ、ちょうどコメントもあったんですけど、あれってこう、一種の伝言ゲームみたいだなと思ったんですよね。<え>で、実際に伝言ゲームをちょっとやってみましたって話。ああ、なんで,、ね、です。ゲームのイメージがちょっと湧かないです、はい。あ、ね、あ、ま、じゃあそれも含めて、ちょっと解説したいと思います。はい。はい。はい、じゃあ、塚本先生、いかがですかあ、私はですね、 大学の仕事の話してもいいのかな今年実は就職担当でものすごい忙しくな、<laughs> <う>急になりました。ね、あの、企業の人事の方との面談っていうのがぐわーっとこう、<ー>スケジュールに入っちゃってて。あ、そんなあるんですね。なんか毎日のように大学に行かないといけなくなった。当たり前かもしれませんが、そう、ね。当たり前のことです。この面談が面白くてね。 面白いろんな企業の人からね、うん、なんかその、業界の動向みたいなの聞けるんですよ。<ー> <laughs> すごい興味持って話聞いてます、ね。神戸大学だったらもう手もみしてやってきてオタクの優秀な生徒さんもぜひうちにいいとかそんな感じじゃないですかうん、<laughs> まあ、あのね。あんまり言えない。あんまり言えない。<laughs> うん、まあ、だからああの、うちの専攻のね、 まあ学科専攻の就職では、まあ割とね、このところいいですからね。だけど、まあこれ、ここ10年ぐらいですけども、20年かな、すごいこの行くとこっていうのが広いんですね。まああらゆる業界に行くようになってきて、まあそう、いろんな業界でね、多分活躍してくれるんだろうというふうに、どんな業界でもその設備とかね、あとまあ情報系ですね、含めてちょっと活躍できる場が多いということで、 あの、楽しみですね。えみんない、いろんなとこに行って、いろんなとこで活躍するのが楽しみかなと、うんあ。それは先生の学科の就職担当,当そうです、ね。学工学部全体じゃなくて。学科です、学科。もう学科単位なんですね。<で>就職。ちなみに、学科は何なんです電気電子です。電気、ね、電子。電子工学科というところです。うんうん、学科はですね、大きく2つに分かれていて、研究室、物性とかやってるような、 えっと、研究室と、情報系の研究室と、ちょうど半分くらい。そうか、硬いのと柔らかいのね。ああ、そう、そうですね。就職先も割と、だから、その、そういう範囲なんですけども、もともとは。その物性系っていうのは、もともとの電気とか、もともとの電子とかいうところの研究室があれですね。うんうん <laughs> あの、残ってきたところですね。情報系っていうのは、まあ、情報系、もともと、あれですね、計測工学科とかの一部とかになるんだと思いますけど、うんうん、私ちょっとあんまり古いこと知らない。着任が2004年なんで、それ以前のことあんまり知らないんですけども、まあ、情報系もあのドッキングしているということで、あの、幅広いです。で、うん、どうなんな風に幅広いかというと、あの、ゼネコンとかですね、えーうん、食品とかですね、 なんか、もう、あらゆる製造業も,もちろんそうですけども、それ以外も、なんか、あの、商社なんかもそうですけど商社はだけど、あれですね、あの、推薦は来ないですけどね。まあ、いろんなとこから来てるということで、まあ、それが、ここ1週間のメインですね。あと1ヶ月、2ヶ月、もっとか、もっとですかね、学生がみんな就職決まるまで、あの、結構忙しいんじゃないかなと。で、あとですね、あの、例の CES ね。 CS2024 が、えー、先週行われて、そこで、まあ、そのタイミングですごいたくさんウェラブル、特に、あのー、スマートグラスですね。驚くぐらいたくさん出てきたんで、<ー>その情報をちょっといろいろ見てるのに結構忙しいですね。んなんか、おすすめありますお,おすすめは、だから今一番売れてるのが、あの、X リアルエア2っていうやつで、 まあ普通にスマホにつないでスマホの画面が見えるというもんなんですけども、まあデスクじゃなくてソファに寝っ転がってですね、あのー、映像を見れると。うん。すごい。います、ねで。解像度どのくらいあるんですか解像度は普通に 2K です。1920×1080 とか。おなら、あの、G ちゃんと読めるんですかあ、G も読めますね。 いや何が言いたいかちょっと、例えば論文が読めるのかってことああ、読めると思いますよ。ペコれがって論文読むには一番いいかもしれません。もしかして <laughs>。あ、だけど、それともう一つですね、重要なスマートグラスがありまして、それが Apple Vision Pro って言われる。a p、うん、初の、この、ゴーグルと。うん、それが2月の2日にアメリカで発売されると。 うん、うので日本ではまだあのだいぶ先なんですけども、うんうん、それを使って何ができるかというと、一番のメインがバーチャルデスクトップというふうなに言われてまして、うんまあ、AR ゴーグルなんだと思ってたんですけども、うん、AR で で、あれですよね。実世界の中に仮想物体をいっぱいポコポコ置いてっていうのが AR なんですけども、うんうん、そっちの方向は全然向いてなくてですね。うん、実世界の中にいっぱいスクリーン出して、そこで、このいろんなプログラムを動かすと。<laughs> パソコンの画面がもうたくさんになると。うん、それ読めるんやろうか読めると思います。<の>読めると思います。こね、まあ自分今これ、マックのノートなんやけど、はい、あの、 これだと画面が一つしかなくて、やっぱり画面ってたくさん欲しいよね。ええええ、そういうことに<さ>使えるのかなです。まさに狙いがそれで、もういつでもどこでもカフェに行っても、もう自分の周りスクリーン10個並べるみたいなことができると。僕、それ、スターバックスでやってみたんやけど。<laughs> <laughs> そうそう、そういう感じですね。で、多分、あのディスプレイ 4K なんで。 4000かけなんぼか、縦なんぼかわからないですけども、すごい画面が90度のぐらいの視野角であるんで、まあ,あ、普通に開発なんかもできるぐらいだと思いますね。だと思います。ただ、実際どうかっていうのは、つけて使,て使ってみないとわからない。まあまあ、人のね、報告を聞いてからすね。ずっとつけて仕事みたいなことが一応想定みたいなんですね側のね。 それができるかかどううってていうのは試してみないいや僕もうね前々からねそういうのが一番の理想だったんよ。でそのさっき言われたようにそのバーチャルなんとかそんなん実は僕はどうでもよくてあの要するにまあ論文を読むのがねあの寝っ転がってとか僕この寝っ転がって論文を読むっていうのいろいろ工夫したけどどれもうまくいかない。<laughs> <laughs> あそれだったらやっぱさっきの X リアルエアーっていうのが一番いいかもしれませんね。うん、軽いですからね。ええ、線つないでね、ね手でスマホ持って、スマホの方でスクロールしながら、で、画面はこっちでずっと見れるというのがありますね。え、僕ね、前ね、ま、やった、まあ、引っ越しの時にそれを結局捨てたんやけど、例えば iPad をですね、ええ、このガチャッと止めるやつがあって、<laughs> んで、こう寝っ転がって、 で、このこたつの縁につけて、こういうふうにこう、なるというのがあったんやけど、結局それもダメでね。というのはね、やっぱりね、距離って調節したいわけじゃないですか。<ー>この時ね、向こう動かさんと自分が動くとね、結構首つかれたりして。だからそれはダメ。次にね、考えたのがね、プロジェクター。プロジェクターで、その前の壁に移して、 はい、で自分はこたつの中入ってるわけよ。はいはいはい。で、首だけこう出してね、こう見ると。ええ、まあ、それもね、やっぱり、あの、やっぱり距離が遠いから、あ<ー>あの字が小さくてというような問題があって、もうね、ええ、どれも帯に短し、助けに流しよう。ぜひ試してみていただきたいところですね。今でもね、あの、VR ゴーグルいくつかあって、そういうのできる。 できることはできますからね。解像度ちょっと低いですけども、<ー>あの、メタクレストスティとか、ああいうやつでも、この、寝、うんね、転がってね、画面見るっていうのはできますけども、ね。まあ、一番のおすすめの使い方はゲームと動画ですけどね。ね<ー>ど読むのに適してるかどうかはちょっとやってみないとわからないですね。うん、僕、昔ね、ソニーのね、グラストロンっていうの。ああもうね、30年前ですね。あれをね、買ったんよ。 で大学であれをこぼっとこはめてね、ええ、あの当時はねビデオが見えるぐらいだったんですねだから今言いたいような解像度がないからモニターとしてはちょっと使えなかった、うん、でねそういうのがね当時日本はまだ、ね、勢いがあった時でしょでその他ねいろんなところニコンとかミノノタとかなんとかがいろいろその類のものが出てたんで、ええ、でもまだまだね今ほどにはないから帯に短しい 動画を見る程度、映画を見る程度はできるんやけど、あの結局、細かい字が読めないわけよね。おおおおお例えば680ドットとかなんかそんなんだったら。ですね。うん。だからそれがね、<や>4000っていうのはすごいよね。そうです、そうです。ぜひぜひ試してみていただきたいなと思いますが。さあ。 私の方からもなんか一つ c s 関連でお話し,しをさせていただこうかなと思ってますのでお願いします。とりあえずそんなとこでしょうか。はい、うん。はい。じゃあよろしくお願いします。はい